ネガワットとは、負の消費電力を意味する造語で、需要化の節約により、余剰となった電力を発電したことと同等にみなす考え方。節電所とも呼ばれる。アメリカのロッキーマウンテン研究所所長のエーモリー・ロビンスが1990年の論文で提唱した。節電の目的を善意からビジネスに置き換えることと捉えることができ。 電力事業者にとってはピーク時に合わせて用意した発電設備が需要が少ない時期に有給となるリスクを回避できる利点がある。白熱電球から LED 照明への買い替え、促進など、省エネルギー型機器の導入推進による向上的な節電策のほか、インセンティブを用意して、大口需要化の省エネルギーやピーク電力抑制を促す方法がある。 従来は供給側が需要に応じて電力を用意していたが、需要側が供給量に合わせて消費電力を調整することをデマンドレスポンスという。需要化の節電量を取りまとめる。中間業者はアグリゲーターと呼ばれる。節電に協力した対価は需要化に配分され、一部はアグリゲーターの取り分となる。技術的にはスマートグリッドのほか。 蓄電の活用も考えられる。アメリカのサクラメント市電力公社は1989年6月6日に住民投票により出力91.3万キロワットのランチョセコ原子力発電所の閉鎖を決定した。同行者は他の発電会社からのバイデンにより発電容量を賄っていたが仕入れの条件は良くなかった。 校舎の理事長は1990年1月、合理的エネルギー利用を最優先とする方針を固め、2000年までに60万キロワットの節電策を導入することとした。具体的な施策として、大口需要化向け省エネルギー投資の無料相談、太陽熱温水器の導入促進、植樹によるピーク時の空調電力抑制、公募による大口需要化や、 公共施設などへの負荷節約プログラムの導入が行われた。負荷節約プログラムでは電力節約量1キロワットあたり2.1セント、ピーク時の負荷節約分1キロワットあたり9.5ドルが校舎から受託した民間企業に支払われた。この節電策により、1995年の1年間だけで発電所を建設する場合に比べ1700万ドルの 節約となった。顧客の電気代は3300万ドルの節約となり、その分は他の消費に回った。省エネ投資などにより雇用が増加し、校舎の供給エリアにおいて1000人分の職場が創出された。日本では関西電力が2012年夏の受給の逼迫が見込まれる日に、館内の大口需要家7000件のうちから入札により、 使用電力の調整を設定するほか、周辺の中部電力、北陸電力、中国電力管内の大口需要化に対しやはり、同様に使用電力を調整し、余剰となった電力を中部、北陸、中国の各電力会社から関西電力へ融通する取り組みが行われた。ありがとうございます。